自転車を購入した小学3年生の少年がお使い中に田んぼに転落して全身泥まみれで帰宅。母親は勘やなと褒めたものの、医者が笑うほど豪快な汚れっぷりだった。石を乗り越えた際に転倒した少年は、ぬかるんだ泥に頭まで埋もれたが、幸いにも怪我はなし。このエピソードは SNS で話題となり、少年は有名人と喜んでいる。可愛かった子猫時代からイケメンだった猫がツイッターで注目を集めています。投稿したのはツイッターユーザーの@小太郎_03153。2024年4月5日時点で2300件以上のいいねが寄せられています。子猫時代の小太郎くんは平べったく寝転がっており、キリッとした眼差しで可愛らしい姿です。約3年後の現在は堂々と立つ姿が強そうに見えます。ペットのおやつ代について一般社団法人ペットフード協会の調査によると、猫1ヶ月の平均支出金額は1885円、中央値は1000円です。犬1ヶ月のおやつ代は平均支出金額は1883円、中央値は1000円であることが分かりました。バイト先で好評だったちょんまげ姿の鶏肉さん、日常でもちょんまげ姿を通す男性が飲食店のバイトに応募し、予想外の採用。勤務初日を終えた同行を主に話を聞いたところ、心よく採用してくださったのは沖縄料理店で、バイト先の皆さんから好意的な反応をいただきました。お客さんからも驚かれることはありましたが、普通の従業員として働くことができましたとのこと。鶏肉さんは令和の時代にちょんまげが一石を投じました。若い時期に働くために黒髪、おしゃれの制限、和損ではないでしょうか。校則に限らず、明確な理由がないのに決まりだからと個性が均一化される世の中の風潮が少しでも変わるといいですねと期待を寄せています。